I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, everyone. This is the continuation of Digimon Cyrus Race. Please like, share, and subscribe, and enjoy the video.
ジョシ君、探偵家業にはもう慣れたか？なんだその顔は。俺がここにいちゃいけねえみてえな顔だな。わけは京ちゃんが話してくれるぜ。実は妙なことに、当時のナイルコープの調査資料が見つからなくてね。それで当事者ご本人にご足労願ったというわけだ。見つからなくて当然だ。調査資料の一切合切を上城が保管しているんだから。上城が？京ちゃんを前にこんなこと言うのは情けねえんだが、俺たちはそうするしかなかったんだ。あの疑惑ですね。ああ、当時上城がナイルコープを不正買収した疑惑が持ち上がった。俺と京ちゃんの親父さんとで調査を進めていたんだが、ちと問題が起こってな。問題とは？上から圧力がかかってきやがったんだ。おかげで俺たちは調査を断念せざるを得なくなっちまった。その時おとがめなしの条件として調査資料の全てを上城側に渡すことになったのさ。上城が手を回した。自ら黒と言明しているようなものですか。それも暗黙の了解だったわけだ。闇の深さを思い知った俺たちはあえて騒がず資料の保管先の追跡に専念した。親父さんが亡くなった後も追跡は続けている。今資料は上城のメイン、おそらく上城の社員、まあ追跡といってもあくまで周辺捜査で得た情報からの推測。十分なお墨付きですよ。ではそろそろ預けていたものを返してもらうとしましょう。いや、しかしだな、京ちゃん。相手はあの上城だぞ。世界にその名を轟かす大企業の厳重なセキュリティを。どう？ここは、慶明苦闘の故事に習いましょう。閉ざされた門は、強行突破ではなく、策略を。おいおい、そんな。不可能を可能にしてこそ、探偵冥利に尽きるというものですよ。なに？こちらには慶明、庭上城への侵入にはその人物の力を借りましょう。うん、ちょうど時間だ。失礼します。今回も時間通りの来訪ですね、依頼人の上城優子さん。あの、調査に進展は？上城優子？ひょっとして、そうか、上城の親族なら誰にも怪しまれず本社内へ。誰ですかこの人。お嬢ちゃん、頼む、力を貸してくれ。そういうことでしたか。どうかな、ぜひ調査に協力してもらいたいの。それは構いません。私もあの疑惑についての真相は知りたいですから。おお。ですが、私は未成年という理由で社内での権限が大幅に制限されています。私にできるのはおそらく本社ロビーに招き入れることくらいです。そうですね、学校の友人を見学に招待するという名目でなら本社ロビーまでは怪しまれずに連れて行けると思います。まあ俺や京ちゃんじゃ友人ってのは難しいだろうな。下手すりゃ面も割れてるかもしれねえ。
助手一人送り込めれば上々だ。よろしく頼む。しかし、そこからどうやって機密、この人が仮に、そういうことだ、上白優子さん。そこは電脳探偵の領分、任せてくれたまえ。わかりました。では、え？実際どうすんだ、京ちゃん。侵入方法ですか？それについては考えがあります。おお。とある依頼で、ちょっとしたプログラムを入手しましたね。知人の手を借りて、助手専用にカスタマイズして使おうと思います。では、早速準備に取り掛かろう。助手くん、まずは、三神楽美玲の元へ向かってくれたまえ。先方に話を通しておく。司祭確認は、そちらで頼む。もう、遅い。待ちくたびれちゃったよ。あんまり遅いから、ウルトラスーパー心配しちゃったんだよ。あ、別にあんたの心配してたんじゃないんだからね。勘違いしないでよね。一応、友人のふりをしていただかないと、それらしく見えるように。ひょっとしてどこか変ですか？ちゃんとできてますよね、友人のふり。いわゆる学友って一般的にこんな、え、それは妙ですね。友人に関する参考書、いつも通りでおっしゃる意味がよくわかりません。そんなこと言ったら、私とあなたがすでに友人みたいじゃないですか。あ、なるほど。今のがかの有名な、やりますね。迫真すぎて私、形ばかりの売りツッコミを忘れてしまいました。と言いますか。とにかく、いっさ、ロビーを見学するふりをしましょう。案内するふりをしますから。え？でも、え？消えた？アバターも、アカウント情報も。おや？優子お嬢様、お友達はどちらへ？え？あ、お友達は、かくれんぼ
してます。え、架空？そうです。何か問題が？いえ、問題と言いますか、かくれんぼには適した環境でしょ。ここ広いですから。ああ、そうですね。ちなみに、私が…そうですか。はい、必ず見つけてみせます。その息で…え？それでは、健闘をお祈りしてます。お友達にもよろしくお…よろしくと、彼が…アカウントをシールするプログラムですか。しかも、デジモンプログラムによるハッキングスキル、完全に違法で…でも、あなたや京子さんの言う両便は確かなもののようですね。用が済んだら、ここで合流して外に出ましょう。あまり長く時間をかけないでください。かくれんぼでごまかすのは…では、後ほど。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。行くぞみんな。オラ！
行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。守備はどうかな。通信先が消失しているところを見ると、助手は作戦行動中のようだが。はい、騒ぎにもなっていませんし、今のところ順調かと。うん、なかなか手際がいい。ええ、私も少し驚きました。あの人がここまでデジモンプログラムを使いこなしているなんて。いや、君のことだよ、上白優子さん。え？社内見学の手配といい、所持への対応が正確で素早い。よほど手慣れているように見える。君は一体何者だ？そう言われても、私は私です。他の何者でもありません。うん、ん？まだ何か。ああ、これはやられた。今のは。まずい事態になりそうだ。どうやら会話が盗聴されているらしい。おそらく現実世界の君のデジバイスに盗聴プログラムが仕掛けられているのだろう。もう少し早く気づくべきだったが、特殊な周波数帯を使ったかなり巧妙な細工だ。相手は相当のやり手だ。盗聴？そんな、うん、不本意ではあるが、ここは早々に引かせてもらおう。勇気ある撤退というやつだ。急がば回れ。この種の作戦は地道に焦らずが基本とすべき精神だよ。でもまだあの人が中に。うん、作戦の中止を伝えることは難しそうだな。何？私の助手だ。自分で何とかするはずさ。そんな他人の心配をしている場合じゃない。君もここは引き下がりたまえ。私は助手の脱出時、足跡をとにかく。これ。
行くぞみんな。行け。みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。続けていこう。おれ。君がいてくれてよかった。
わけ。おい、やめと。チッ。だよな。ビビりすぎ。めんどくさい。やめろっつってんだろ。ここ。つうか。どうするってそりゃ。お前たち。誰だ？ザクさんの子。チョリース！皆さんお揃いで。出た！神殿さんの悪魔も好き。だもん。あ、こんなところで、あ、伝わる？お前まで。さあ、どうつうか、フォワーつうか。あれはい…くげる？だんまりですか？そうですか？もうそう言えるわけない。オーケーオーケー。こないだはあん時のお前らをと…あれっちの…オーケー。いやあ、you
お前のテンションローテンション